はい、では欧州漢字研の皆さん、こんにちは。今回は、理科分野について話をしていきます。昆虫の、体の仕組みですね、作り、仕組みと一緒にいきます。昆虫というのはもう、立ち決まってます。昆虫と虫の違いですよね。虫というと一般的に小さくてこうあちこちにいてなんかよくわけわかんないものが一般的に虫。この中に昆虫も入っています。でここで昆虫をまず取り上げますと、まず、まあ、大まかですけども、でこんなふうに3つのパーツからできてますね。頭と胸と腹。これが、つながっていて一体です。このつながりは、まあ、アリとかハチならば細くつながっていて、まあ、カブトムシとかならばもっと頑丈にこうぴったりくっついてはまっています。そしてこの胸の部分、ここから、足が、左右ですね、こっちも。そして羽が出ます。よく足は、まあ、6本とも書かれますが、表現によっては三対、三対と書かれます。まあ、羽も同じ、まあ、2対と書かれたり、これ4枚ですね。基本4枚です。ハエなんかは退化してこの2枚はちっちゃいんで、まあ、こんな感じになってますけどもね。分かりにくいものもあります。まあ、これが基本ですね。これに触覚があったりして、目があったりしてっていうふうにして、全体ができています。そしてこの作りに対して、全部がこうなんですね。生活環境とか、食事ですね、まあ、餌によって、このどこが大きいどこが小さいとかいう特徴が出てきます。例えば、まあ、これが植物を食べるもの、または動物というか昆虫を食べるものによって変わってきます。バッタなんかは葉っぱを食べるので、こう大きな顎でこの葉っぱをこう、まあ、吸い潰すような感じで、カマキリとかは虫を食べるので、捕食って言いますけども、虫を捕まえる前足が発達をしたり、また大きな顎があったり牙があったりですね。まあ、常に昆虫生活様式によってその便利なように進化します。ものによっては、この羽が変化してこう茶色くなって葉っぱの模様になって隠れた、まあ、擬態と言います。そして敵からを、敵から逃げたりします。中には、蝶とかガのように大きな羽を持ってそこに目玉のような絵を持って、鳥の真似をするものもいます。これは、様々ですので、特徴とその昆虫と覚えていくと一個一個覚えやすいと思いますね。今の身近に昆虫いませんので、あまりこう特に昔から見ることがないとなかなかこう自然と見られないんで、もう一つ一つなんか探して覚えていくしかないんですね。でそれに対して虫の類、昆虫含めてクモとかムカデとか、あと間違いやすいのはシロアリですね。アリとは書いてますけども、これは実は昆虫ではないですね。体が2つ、頭と腹から出てます。ムカデはたくさんの節の節々から足がいっぱい出ています。ムカデは100足ともね、吐きますからね。で、クモ、これもよく間違われて、クモの体も2つからあります。ここがくっついて1個。で、足は8本です。
足が8本は有名なんですけども、でも昆虫となぜか間違われます、こういったものですね、きちんと昆虫であるものないものの区別をつけて覚えていくことも大事ですね。基本的な知識ですけども意外とこうちょっと教わって終わってるケースも多いので、また時々こう振り返って、見てください。